こんにちは、シュです。今回は動物の森やっていこうかなと思います。これね、夢を見られるの。夢を見るとどうできるかっていうと、他の人の村に行けるんだよね。でも他の人の村のなんか道具とか確かね、持ってきたらダメなんで、ただ見るだけみたいな。なんで実際に見てみようかなと思います。私ね、たまに動物の森の動画出してって言われるんだけど、何の動画出すはね、いいか。バトルとかないじゃん。結構ほのぼの系じゃん。なんで分かんなかったんだけど、人の夢見ようと思って、人の村見ようと思って見ようかなと思います。なんかすごい村とか出会いたいよね。私ね、動物の森だと、あのね、海賊船の壁紙とかやってたね。あの貝殻のなんだっけ、ラッコみたいな人からもらったり、あとロボットとか壁紙やってたね。あとモノクロとか、私そういう系なんか壁紙統一できるんだよね、なんとかシリーズみたいな感じで。だから私、いや、この人村来ましたね。これ本当に実際にある村だからね。夢の世界へようこそ。あんたはアッガイ村という村に来ました。オッケー。さあ、アッガイ村に来ました。おお、でもすごいすごい綺麗だね。あ、めちゃめちゃ綺麗。これはね、おそらく女の子だね。女の子、男は子、いや、いいね。結構好きかもしんない。あ、こっちはいけないんだ。うわ、これ綺麗だね。はいはいはい、露天風呂ね。いや、私ね、結構ね、こう、これは女の子だね。この、これ写真とか撮れるんだっけ。いや、面白いね、これ。なんか人んち、うわ、金のバラだ。これ確か出場条件難しかったよね、金のバラ。青いバラ、あ、これちなみに、荒らしても。荒らしても全然他の村には影響ないからね。これ私が踏むことによって、なんかこのアッガイ村に影響あるってことは全くないんで。そう、これ公共事業とかでね、わ、結構やり込んで、なんでこれ、井戸かな。結構、うわ、そう、家とかもこんな、この人だね、アッガイさん。こんにちは。あ、山沢だった。ノブシロですね。お前、おい、ケイスケホンダか、おい。いや、まさか、ケイスケホンダチャイルは。ケイスケホンダモチーフにしてんだよ。これ、この人のリアルの家だからね、多分。はい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 。でもこれ、極めようと思うと結構、やり込めるんだよね、動物の森。皆さん、動物の森やってました？今年じゃね、来年の3月にね、新作の動物に出るんで、うわ、これ確か高いんだよね、このソファ。このソファなんだっけ、なんかね、そう、店に出てくる、たまに出張してくるブランド品なの。ルイ・ヴィトン的な感じ。だから結構値段高かった気がする。ちょ、上行ってみようか。お、すげえ、クマとかいる。結構マジやり込んでんな。私の部屋がなんかダサく見えちゃうな。ちょ、左行ってみます。はいはい、このシリーズ統一系ね、シリーズ統一系。みんなシリーズで統一してました？いや、私さっきも言ったけどしてたね。ロボットとかモノクロとか一番何、いやでもね、黄金とかもあったはず。黄金シリーズみたいな。私黄金シリーズもやったね。いやー、モノクロ出ました。王道モノクロ。いや、私好きよモノクロ。結構好きモノクロ。いいよねモノクロ。モノクロでも人気なんじゃないかな。なんか男女両方、なんかさ、ゲームってさ、男やる多いイメージじゃん。例えばスマブラとか、スマブラとかは多分男の割合多いと思うんだよね。なので動物の森って割と、どれぐらいなんだろう、女の子の割合。55まではいかないかもしれないけど、うわ、すごい。これなんだろう、クローゼット見なかったか。うわ、変なの入ったんだね。これな、なんだろう、このシリーズ。わかんないな。これ何の何なんだろう。動物の森だとなんだ、4、6ぐらいか。女の子4、男6ぐらいで。多分女の子の割合すごい多いと思うんだよね、動物の森。なんか男女両方楽しめるよね。私もすごいやってたもんね。めちゃめちゃ好き、動物の森。さあ、最後、下の部屋見ます。雪だるまシリーズね。いや、私このケイスケホンダの村割と好きだわ。すごいいいよね。めちゃめちゃ好き。家の中もすごいこだわってるし、なんか家の中だけじゃなくて、この外のあの道とかね、ちゃんと木やってる感じ。ちょ、これだったら私の部屋、私の村見てみようか。対比じゃないけど、どんな感じかみたいな。おー、すげえ、噴水。そう、これ公共事業で行って、なんか自分のね、こうやって噴水とか、うわ、これ知ってるみんな。なんだっけこれ、ユリ根じゃなくて、なんだっけ、そんな感じ。結構難しいんだこれ出すの。村が綺麗じゃないと出ないみたいな。うわ、すごいおしゃれ。私の村と取り替えてほしいな。お、これ住人を話してくれんのかな。これなんだろう、ハムスケ。よう、なんかお前やけに眠そうな顔してるな。もっと目を開いてこの村を見ていってくれハム。住人も優しいね、ちゃんと。お、なに、え、なにこいつ。あ、これあれかな、これなんか絵描いてくれる人でしょ確か。
聖一、おや、あなたこの辺りでは見かけない顔でごわす。あ、さてはあなたも現実の世界から弓の国へトリップしてきたでごわす。いや、気持ちはわかるでごわす。自分の中は現実と違って、いつもお腹いっぱい腹いっぱい、まさにパラダイスでごわす。あ、なんかいろいろあってね、この人のなんかもらえるみたい。なんで私、あ、ちょ、これもらいます、ご愛骨。すごいね、絵までちゃんとやってるって割と本当にガチ勢だろ。私はこの絵は正直そんなやってなかった。ただ、え、これ下に、うわ、すごいな。下に壁紙貼ってんだけど、これを一面に貼るとね、雑草が生えなくなるんだよね。なんで私たまにそれやってたね。ちょっともうちょっとだけ見てみようか。うわ、空き地ね、空き地からの東京タワーね、これおそらく。いや、こういうの見るとさ、動物の森やりたくなるよね。うわ、超おしゃれなんだけど、この人の。このバラもね、一見金のバラが最強に見えるじゃん。まあ、結構難しいんだよね。青いバラとかもあったはず。青いバラもね、結構ね、出現条件が割と難しかったんだよ。なんですごい金のバラもいいけど青いバラ見たいね。青いバラはないのかな。わ、しかも見てこれ、フルーツもね全部あるで、桃なし。これ確かね、自分の始めた時のフルーツしかないんだよ。リンゴだったらリンゴしかないんだよね。じゃあどうやって他のフルーツゲットできるかっていうと、なんかオンライン、なんか友達とかとそのフルーツを持ってきたりし合って、その友達からもらった桃とかを埋めると桃の木がなるんだよね。なんで一人だとできなかった気がするんだよね。本当の一人プレイだと他のフルーツだから、マルチとかもしっかりやんないとダメだった気がする。でもさ、なんかスイッチ版出たらインターネットが主な主流になるのかな。これも一応インターネットなんだけど。よし、じゃあね、この人の村もういいかな。いや、この人の村はね、もう100点満点中、いや105点だね。すごいすごいと思う、本当に。なかなかここまで綺麗すぎ、なんかごめんね、上からすげえ上から目線になっちゃってるけど、すごい本当にめちゃめちゃやられてる方なんだと思う。ちょ、戻ります。じゃあ僕のあれ見ます、僕の村。ちょっとさっきの人と比べると若干ね、あれかもしれない。なんかさ、スイッチ版の動物の森ってなんか無人島生活みたいな感じだった気がする。なんでこういう村じゃないのかな。さあ来ました、僕の村。やば、桜咲いてる、桜。今季節ね、このゲームだと4月ぐらいなんだよね。なんかちょっと桜補正、桜補正でさっきの人に割とちょっとだけ対抗できるかもしれないけど。でも金のは、そう、ほら、持ち物ないでしょ。さっき金のバラとか盗んだけど、ああいうのは本当に夢の世界で持っていけるわけじゃないよみたいな、そういう感じ。わー、でもすごい綺麗だった。木の配置とか超綺麗だったよね。私もなんか揃えようかな。いや、でもガチでやるならスイッチ版かな。 3DS もね、昔はガチでやってたんだけど、なんか今からはいいかなっていう感じがあるな。うん、こんな感じだよ、私の村。私も悪くないね、悪くないけど、結構あれだよね、出来たてほやほやみたいな感じあるよね。自分で何も手入れしてないみたいな。逆に言うともう自然体、よく言うと自然体だよね。なんか人工的な公共事業とかめちゃめちゃよく言ってるけど、あの公共事業もすごい良かったよね。配置がうまい、配置ゲーだって完全に。ちょ、もう一個ぐらい夢見ようかなと思います。おっと、これは私同じ匂いがするね。ポイ捨てすごいしてるね。てか、それから雨降って、キノコという村。さっきのがすごい良かったね。いやー、でも、いや、お、いいね。このタイルとこの公共事業すごいマッチしてるね。あ、すごい、あ、すごい、あ、青いバラある。あ、すごい、え、みんなこんなにちゃんとやってんのかな。ピンクのチューリップも結構難易度高かった気がする。あ、え、すごい、フラワーガチ勢じゃん。うわ、結構私言葉出ないぐらいすごいな。え、さっきの人はなんかさ、シンプルですごかったよね。この人なんか凝縮感がすごいね。はいはい、この長靴はなんで書いてんのかな。なんか、あー、これはベンチになってんのかな。おしゃれベンチみたいな、そういうおしゃれ道具みたいな感じな。ちょ、もうちょっとだけ歩き回ってみようか。うわ、見てこれ、みんな分かった、下のマップ分かる。この青い家が住人なんだよね。で、4つあるね。でも家族でやってんじゃない、これ。妹、そう、これ4人プレイもでき、4人プレイっていうかできるんだよね、住人4つまで。だから、うわ、私もこれ黄金の家でしょ。多分一番、私もこれにしてたね。なんか黄金系憧れるよね。はいはい、これなんだっけ、マーメイドゥーななんとかみたいな、そういう感じのあれだった気がする。はい、フルーツ系ね、フルーツ系。
なんか動物の森のいいところって本当にほのぼのできるよね。なんか全クリみたいなないじゃん。クッパ倒せばクリアみたいな、そういうのなくて、本当になんかゆるくもできるしガチでもできるみたいな。これはね、みんなこれ何の意識か知ってる？これお金で確か買えないんだよね。じゃあどうやって買えるかっていうと、南の島っていうところに行くの。そこでなんかメダルみたいのゲットできるんだよね。それと交換だった気がする。なんで結構これはね、おリセットさんちっちゃくなってんじゃん。難易度、入試難易度高いっていうか、めんどくさかった気がする。うわ、見てください皆さん、これ右行けないようになってんだよね。なんかあるんだろうね。右に、はいはい、わ、ポムポムプリンじゃん。え、こういうのあるんだ。え、すごい。これヨッシーの卵とかあるんだよね。お、欲しい。普通にリアルで欲しい。ゲームじゃなくてリアル世界でヨッシーの卵欲しい。私結構マリオの世界ではトップレベルでヨッシー好きだからね。あ、これこの住民かな、女の子、まちゃみ、よろしくね。うわ、すごいね、花のあれがすごいね。お花好きなんだろうね。だ、もうちょっとここら辺撮ってもいいけどね。あ、お一つどうぞ。もう来客用考えてくれてんだね。ちょ、ごめん、ちょ、片付けろって言おうと思ったんだけど、この優しさね。わ、しかも橋もおしゃれ。もうベタ褒めよう、私。で、噴水ある。じゃ、もうちょっとさ、シンプルにしてもいいかなっていう感じがある。わ、ピンクのね、バラ。ピンクのバラってどうやって咲かすんだっけ？割と難しいっていうか、あんま記憶いないな。公共事業は割と少なめだね。さっきの人割と公共事業多かったじゃないですか。なんだけど、この人は花？でも、これ好きだね、この、下のタイル。これなんていうの？江戸っていうのかな？わかんないけど。なんか昔風のこういうのない？なんかまだ見たいわ。あと一人ぐらい見ようかな。あと一人ぐらい見ます。いや、もう最初、このパッと見目覚めた時、めちゃめちゃ荷物あるから、雑草とかすごい生えて、すごいなんか、私みたいな。私寄りの村かなと思ったけど、めちゃめちゃすごかったね。いや、これちょっと私と同じ寄りなんじゃない？なんかパッと見この印象でわかんない、この引き。せせらぎという村。多分これはそんなに私寄りの村だと思う。あんま公共事業もやってないみたいな。ちょっと探索します。なんかとりあえず、部屋入りたいね、部屋。その人の部屋。あー、なるほどね、こういう系ね。なんか若干、なんか適当じゃないけど、統一性がそんなないかもしれない。でもボロクソ言ってるけど、とりあえずこの人の部屋見てこうかなと思います。なんか最初の2人がすごすぎなかった？まあこの人もすごい綺麗だけど、あ、家とかこれなんだ。あ、でも見て、これ下も青いの3つあるから、多分どれかが自分のメインのとこだと思う。多分一番上かな、一番上がこの人のメインの家なんじゃないか。あ、そうだね、これが一番でかいね、この家。はい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 、これは右に私行けるのかな。右には行けないようになってるのか、右には。いや、でもね、今日この久しぶりに動物の森やってみて、スイッチ版が超楽しみだね。動物の森の今最新作って 3DS かな、違うかな。うわ、ちょっと怖い。ちょっと怖いよね、人んちってこれあったらちょっと怖いよね。クラス全員分の一人一人の写真あったら怖いよね。そんな感じでちょっとホラー感はあったけど、確かこれ結構レアアイテムなんだよね、この写真もらえるの。確か本人からもらえるんじゃなかったっけな。なんでなかなかもらえなかった気がする。うわ、いいね、これ私結構好きだね、この。お、これなんだ。お、みんな見える？これ画像悪くて見えないかな。上に DS って書いてる。お、しかもこれ左から3つ目、友達コレクションじゃない？すげえ、こんなのあんだ。私わかんないわ、これ。はい、ということで終わろうかな。なんかみんなすごかったね。なんか私が一番、私も村はね、結構、出来たてほやほやの天然であんまりいじってないからあれなんだけど、ちょっとしょぼかったんだけど、みんなすげえ部屋綺麗だったわ。なんか面白いね、これ。若干シリーズ化したいなって感じある。なんで私ね、3DS じゃなくてスイッチの動物の割は多分結構やるかなと思います。はい、終わります。バイバイ。